先ほど、静岡での最高気温が、三十八点九度を観測しました。今年、全国で一番高く、静岡としては、一九百四十年の観測開始以来、最も高い気温を更新し、記録的な暑さとなっています。さらに、東京都心でも、先ほど十二時半過ぎに三十五度に到達し、今年初めての猛暑日となりました。 屋外での活動は控え熱中症に厳重に警戒をしてください。